こんにちは、チワワのチャーリーです。今日の勉強は生物、海南自然博物館に来ています。カメです。このカメはね、大概種類あって、ハヤセガメみたいに水の中にずっとおるのもいてるし、ずっと陸におるのもいてるし、でも大概は水からあんまり離れやんと生活しています。ほとんどのカメは肺呼吸せんかったら生きていきやんので、水面に顔を出して息継ぎします。息継ぎってどんなにするの？水面に顔を出してどんなにするの？首伸びるんです。こんなにびっくりするやろ。ほんまに気色悪いっていうか、これ可愛いっていうか、息しています。でまた首を縮めて、この伸縮自在の首、びっくりしますね。まあこのカメはなんていうカメかな、海南自然博物館の入ってすぐ左にいてるから見に行ってくださいね。で、新宮からちょっと行ったところにある道の駅の紀宝館ウミガメ公園っていうところに大きいカメがいてるんです。これ大きいカメ、誰でもタダで道の駅へ入っていったら見れるんで、ここもおすすめです。ちょっと地下みたいなとこ降りていったら、こう横からも見れます。これ上から見たカメです。でウミガメ類は産卵時に砂浜に上陸します。千里の浜の青ウミガメを観察したい人は、みなべ町教育委員会へ許可申請したら見せてもらえるそうです。